の滑った後ろの正面だあれ。みんなが知っているカゴメカゴメ、座っている目隠しした鬼の周りを輪になって歌を歌いながら回り、歌が終わった時に鬼は自分の真後ろに誰がいるのかを当てるという遊びを、子供の時に誰もが一度はしたことがあるのではないでしょうか。カゴメカゴメは歌詞が謎めいていて不気味なので、いろんな解釈がされていますよね。鶴と亀が埋蔵金の在りかを表しているとされる埋蔵金説、遊郭の格子をカゴの目に例えて、自由になれない遊女たちが身の上を嘆いた様子を暗喩しているとされる遊女説、一人を取り囲み歌を歌いながら回ることで霊を呼び寄せ、その真ん中の人間に憑依させるとされる口寄せ説、カゴメは六芒星、いわゆる旅での星の形でもあり、これは日本人とユダヤ人との深い関係性を示しているとされる日ユ同祖説。またカゴメカゴメはヘブライ語で読み解くことができるとも言われているようです。カゴメカゴメの作者は不明で、いつ頃から歌われていたのかも不明です。よく知られている現代のカゴメカゴメが成立したのは明治時代以降なんですが、明治時代以前のカゴメカゴメの原曲のことはあまり知られていないようです。カゴメカゴメの原曲が確認できる最も古い現存の文献は1820年頃に編纂された築道随集という童謡集とされています。この童謡集の中のカゴメカゴメは1751年から1772年頃の江戸中期に収集されたもので、その歌詞はカゴメカゴメ、カゴの中の鳥はいついつである夜明けの晩に、つるつるつうぺつた、鍋の鍋の底抜け、底抜いてたーもれとなっていて、つるも亀も後ろの正面だーれも歌詞に入っていないんです。江戸中期は鶴と亀が滑ったの歌詞は鶴鶴つっぺーつたで、後ろの正面だーれの歌詞は鍋の鍋の底抜け、底抜いてたーもれだったんですね。諸説はありますが、この鶴鶴は鳥の鶴ではなく、物がスルスルと引っ張られる様子の擬態語で、つっぺーつたはつっぱいたが変化したもので、引っ張る、突っ込むといった意味があると言われています。また鍋の鍋の底抜け、底抜いてたーもれは現代にも伝わる遊び歌、鍋鍋底抜けの原型ではないかと言われています。カゴメカゴメは原曲も謎めいた歌詞ですよね。後ろの正面だーれの歌詞がないので、現在とは違う遊び方だったのではないかとも考えられているようです。遊ぶ時に輪の中に誰かがいる必要がなくて、鍋鍋底抜けを大人数でするような遊び方だったのではないかという説もあります。カゴメカゴメの遊びは大人の宗教的儀礼を子供が真似たものとされているそうです。もしかしたら
歌詞を変えることで、この宗教的儀礼は封印されてしまったのかもしれないですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。